2日に開かれた自民党の会合ではバターや牛乳の原料である生乳を酪農団体からメーカーが買い取るときの制度を見直す案を議論しました見直し案では酪農団体を再編して価格交渉力を強化し生乳の買い取り価格の引き上げを狙いますその結果酪農家の所得を増やし生産量の減少に歯止めをかけたい考えです ただ、牛乳など乳製品の小売価格も上がる可能性もあります。